もうずっとそ う, そうちっちゃい頃から携帯あったパターン結構ありました。ちっちゃい頃から結構みんなが持ってて、うん、メンバーみんなが持ってて、うん、最初結構ギリギリまでお母さんまだ年齢が低いからって言って持たせなかったんですけど、さすがに私一人だけ持ってないことになっちゃってなんかしょうがないみたいな感じで買ってくれましたね。でもそれでも別にそんなさ、なんかまあ、うん、確かにね、なんかまあないいつもあるものがなくなるっていうのはあれだけどさ、はい、うん、でも結局どこにあるの、そういう時って必ずバッグの中に入ってんじゃん入ってないです、うん、でもそんなこと言うじゃないですか。リーダーとかこの間超最悪でしたからね。ひどかったですね。ラッキー言ってあげて、あのですね、福岡に言ってあげてなの自分で言わねえのか、なんか今ちょっと説明できない気がしてきたからラッキーはい、任せられました。あの福岡に、はいはい、この3人だけで行ったんですよ、はいはい、で、福岡に着いてタクシー移動でタクシーに乗った瞬間に携帯がないって言い出して、おで、待って、私あの飛行機で電源切るじゃないですか、携帯の電源切った覚えもないって言って、あの荷物検査であるじゃないですか、通るところ、あ、はい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 、あそこまではあったんですよ、持ってることを確認できてた、通す前までの記憶あるんですけど、そこから拾った覚えがなかったんですよ、携帯を。でも電話したら電源切れてるんですよ、だから絶対切ったってうちらでずっと言ってたんですよはい、はい、いや絶対切ったんだよって言ってたんですけど、なんか頑固になって切ってないとか言ってたんですよ結果的にはどこにあったの、バッグの中。なんだよそれ本当に羽田空港の、分かった、もうお前ら全員ここにぶら下げとくか、そうしますね、あるよね、なんかプーさんとかさらばあるよね、なんかもうちょっとなんかそのハロプロのグッズかなんかで、あ、いいですね、なんか作ってもらえばいいじゃん、確かに作ってもらおうか、作ってもらおうか、ね、なんかずっとぶら下げてるやつとかさ、はい、恥ずかしいそうしよう、みんなでやれば、はい、続いての質問、はい、続いての質問がこちら、キュート重大事件を教えて、はい、まあでも11年もこうやって同じメンバーでやり、まあでもメンバーチェンジもありながら、はい、でしたけども、でもこうやってやり続けてくると、まあこれ残ってるってことはもうその最初のスタートからの初期メンバーずっと、そうですね、ってことだよね、はい、で残ってるってことなので、まあいろんなことあったでしょうね、ありましたね、はい、その答えがこちら、ツアー中仲が悪くて大変だった本当に子供の喧嘩でしたね子供だったね、ツアーの最終日の前日に喧嘩しちゃって、みんなでホテルで集まって一回話し合ったんですよ。ほうほう、でもやっぱ子供の討論で全然話が噛み合わなくて、うん、もっと仲悪くなってファイナルを迎えるっていう最悪のツアーでしたね。最悪の感じでツアーファイナルを迎えるんだはい、でもなんかそういうのツアーファイナルとか迎えちゃうとなんかこうよかったねみたいなので仲良くなったりしない？いやなんかもう顔とかも合わせるところで合わせなかったり、はい、だから子供を今考えたらバカじゃないのって思います、ね、でもそれ何年前ぐらい、何年前だろう、5年、いつの時、いつのライブ、何のあれだよ、あの夏、うん、ホテルにみんな集まって夜みんな泣いて、2009年、前全然覚えてないんだけど、2007年とか、ごめんそこだけ楽しい話やめてもらって俺も入れて、はい、2007年ぐらいですね、2007年ぐらい、今から、はい、じゃあまあ5、6年前ぐらいってことかね、はい、はい、子供でしたね、懐かしいね、まあ、言ったってな、5、6年前ってなったらまだ小学生ぐらいだもんね、そうですね、とかだって中学生ぐらいでしょ、高1とか小学生ぐらいじゃん、そうですね、中学生か、ただまあそりゃ言いたいことも言いたくはなるよね、はい、ちなみにそういう時の喧嘩ってどういう喧嘩になるの、何が原因とかの、私は結構なんか顔合わせた時に笑わそうとしたはずじゃなかったのに、なんで笑わせてくんのみたいな感じ、それ顔の問題だもんね言われてそれポテンシャルの問題だもんね、はい、でも笑わせるつもりなかったから、あ、ごめんとはなるんですけど、それだからでもだって一番そういう要素あるなと思うもん、あ、本当ですか、なんか安定感がある、安定感がある、うん、ありがとうございます、うん、なんか熱湯とかにも入ってくれそうなタイプ、入れないでください、ね、熱い、一番いろんなことをなんか一番やってくれそうな気がするわけ一番やってくれますよ、頑張りますよ、前列とかさ、やっぱりこう自分のなんかさ、なんかこう蚊の雰囲気からするとなんかやってくれないかな、なんか、うん、いや、振っちゃダメかなと思うけど、はい、なんでもいけそうな気がするもんいいじゃん、うん、やった、取材だよ、とりあえずこの亀口に入れてみようとかできるもんね、うわね、まあ、うちで亀飼ってますけど臭いです、あ、本当はい、なんか意味わかんないけどでもいい子そうってことよ、あ、ありがとうございます、そうなんですよね、はい、はい、その他の答えがこちら、中島が車から落ちた、これ大事件、これ超大事件、これやばかった、大事件っていう前にこれ一歩
間違うと命が失われる。本当に中島いなかったかもしれない。まずその前にこの人もともとは全く喋らない子だったんですよ。今全然そんな感じない、うん、そう、なんか振られてもお前ウキウキして入ってこんなよすいません、ナッキーのことみたいになってるけど、はい、本当だからそれこそバカって言ったら泣いちゃうような。ああそうなんだ。はい、子だったんですけど内気な感じで、はい、であの車の中でこう一番窓側に近い席に座ってたんですよ。そしたらゆっくり車が動いた時点でドアが開いていなくなったんですよ、ナッキーが急に。そうなんです。でうちらはうわーってなって車が止まったら泣きながらあの車に登ってきて震えてましたね、ずっと、はい、しかもなんかナッキーが落ち込んでたからなんか大丈夫もなんか かけづらいくらいの空気を持ち出してナッキーがしかも結構あっさり帰ってきてなんか本気だったよね。でもちょうどその時怖かったみたいな、あの人数がすごいたくさんロケバス乗ってて、うん、でみんなでなんかモナカアイスとか食べてて、はい、あの自分の怪我よりもアイスがそっちばっか心配してアイスが肘で潰れちゃったんですよそう、でもアイスのおかげで怪我なかったんです、ナッキー。そうでもなんかね、ゆっくりな時に起こったからアイスのおかげでではないよ。何あのモナカが全部のお前の体重で全てをモナカが受け止めてくれたのそんなテンピュールみたいな効果ないよ。ないですよね。でもね、だったら NASA が使ってるよ、もう確かにそんなもん買える全部お前、スペースシャトル全部アイスモナカ出てきてる確かにあびっくりしましたね。なかなかないよね、車から落ちて体重が全てモナカにかかることあんまないもんな。ないしばらく座らなかったよね。それは何、みんなハロプロメンバーで移動してて、はい、大体はキュートで、あーまあなるほど、ベリーズ工房の何人かもいました、ね、若干小さいベリーキューができてるわけだ、はい、そうですね、はい、すごい昔だよね。あ、そうなんだ。結構もうキッハロープロジェクトキッズっていう時ぐらいでデビューしたけど、はい、でも年もまあ近いっちゃ近いし、はい、そうですね、ね、だからもうみんなで、はい、その後はナッキーを窓側に座らせないようにしてました。そう、はい、ていうかそれではワゴン車でじゃあ移動しようと、まあきちんと閉まってなかったのか、 そう、はい、その時に少し持たれたりとかしてたの、多分そうだと思うんだったからね。ちょうど曲がる時にドアも開いて10時でもなんかなるほど、こういった時に遠心力で振られてラッキーポロンって言ったってこと、はい、しかも落っこち方的には落っこちる瞬間みんなが見てるスローモーションな感じで怒ってて、もうじゃあもうモナカモナカ落ちの肘で受けるのみたいな、はい、それ大丈夫、怪我なかったの？怪我なかったです、はい、本当に強運の持ち主だね。怪我あるかなって思った、もうこんだけ落ちたら怪我あってほしかったんです、どうせならば、けどモナカが全部支えてくれちゃったから、はい、何もなくて、私たちも死んだと思ったよね、もう亡くなっちゃったと思った。結構なスピードだったってこと、それだって普通遠心力で行くってことはそこそこのスピードだよ。ちょっとでもゆっくりゆっくり、超時速だったもんね、運転手さんはすごい焦ってました。そりゃそうだよ、ちょっと子供が怒っちゃったんだよねってえ、ちなみにいくつぐらいの時それで、小5とか4とかですかね。わ、そりゃもう焦るな、うん、ちっちゃい子だしね、うん、怪我させちゃいけないし、それは重大でしたね。そんなこと重大事件だね、あるんだね、そんなこと、はい、ありましたモナカエアバッグって書いてるナイスナイスです。さあさあさあ、はい、続いての質問がこちら、キュートあるあるを教えて。まあね、昨日、一昨日か、この間もね、はい、つんくちゃんあるあるみたいなやつ、そうです、なんかね、V ネック着てるとか、あー確かに、黒の方が似合うって、確かに、着てますね、確かに、あ、ほんと、はい、あとツアー中とかの、あの写真とかを勝手にブログとかツイッターに上げる、すごいですよ、あげちゃいけない衣装とかも上げちゃったりとかして、やっぱそれ本当なんだね、はい、いや、すごい言ってたの。普通やっぱさ、ツアーとかやったりとかして、はい、みんな地方の子たち待ってくれてるし、はい、もうそれまでは何だったらネタバレは絶対見ないとかさ、そうですね、いつも入ってあのあそこであんな風に見られるって思わなかったですグググみたいな風に書いてる2チャンネルのやつらも、はい、この日ツアー始まってから絶対見ないみたいなキュートのスレッタ見ませんけどみたいなやつがもうだからそこだけでもこうやって見てるのにつんくちゃんフォローしてたらするからツイッターで見ちゃったりとかしてショックだみたいなことがあったりもするという話を聞いた。本当あるんだね、バリバリですね、すごいね。だってパフォーマンスしてる時にダンスとかよりも写真撮ってますからね、カメラさんみたいな感じになってね。あなた何になりたいんだろうねさあさあ、はい、その答えがこちら、開けます、入ります、
トイレ行きます。あ、はい、どうやるの？あのなんかキュート今5人なんですけど、はいはい、それこそハロープロジェクトキッズの時とかは、うん、マネージャーさんが3人とかで15人とかを見ていたので、はいはい、あの楽屋をいちいち出る時とか、まあ、それこそ入る時は衣装に着替えてるかもしれないとかいろいろあるので、そういうことか、エチケットみたいな感じで、まあね、だって女の子だもんね、はい、でもそれは学校でやると別に言わんでいいよってみんな言うんですよ。トイレ行きますとか、まあまあまあ、特に、はいはいはい、その報告いらないみたいに言われるからあ、なんか独特なのかなって思いましたね。へー、はい、いやでもその女の子ならではのエチケットだもんね。そうですね、そこら辺は入ります。他トイレ、え、なんだっけ、入ります、開けます入ります、トイレ、それ分かるわ。トイレは小さい頃がすごい多かったですね。どこにいるか分かんなくなっちゃうから、あ、なるほど、自分が行くときにこれから、あ、私は人数がいるから、はい、私は帰ったんじゃありません、はい、トイレに行ってるだけですってことをちゃんと言ってから行くんだ。はい、あ、なるほど、そうか。じゃあ当然だけども、それ先生とかに、あの、すいません、これからトイレ行っていいですかって言うと、あ、それ言わなくていいよみたいなことになるってこと。あの友達とかにも、あ、友達にか、ちょっとトイレ行ってくるわと、おー、行ってらっしゃいみたいな。まあまあ、そりゃそうだよな。へー、なるほど。なんかないの、あなたは。私ですか。あなたのあるあるみたいなのないの。私、うん、私あるある、うん、え、ない。前の歯が1個だけバイって出てるってやつは。あー、ほんとだ。でも歯並び綺麗、確かに綺麗。またウハウハしてんじゃん。お前ら分かんないかもしんないけど、すごい圧があるのよ。アイドルの女の子来るとすごいんだもん。だって楽しくてしょうがない。うるせえよ。次次いっちゃう。続いての質問がこちら、はい、他のアイドルに引いたことは。おお、大丈夫なのかな。ね、まあまあね、いろいろこう、まあ、ハロプロ以外のメンバー、まあ、ハロプロメンバーじゃないところと一緒にイベントやったりする機会も最近すごい多いじゃん。はい、多いですね。ここ本当にだから、こうモーニング娘。あったりとか、はい、まあ、そういう意味ではずっとあったりとかする中で、ここ何年かすごいそういうアイドルイベント増えたよね。増えましたね。めちゃくちゃ多いよね。はい、そういう意味では、まあそういうところで、あのアイドルの他のメンバーとかみたいな、他のグループのメンバーと会ったりする機会もちょこちょこあったりとかすると、はい、そういうところで感じたことになるのかな、はい、ということでございます。じゃあお願いします。はい、その答えがこちら。収録中にメンバーが一人いなくなった。あったね。ありました。え、これはキュートの中で。いや違います。他のアイドルが、某アイドルです。みんなでこうなんかやる収録がありまして、はい、何組も集まってたんですけど、急にもうなんか別に何事もなかったのように、まだ本番みたいな収録してるのに、うん、急にいなくなって、普通にドア開けていなくなっちゃって、それは本当に普通に、だから、あ、この後収録があるんですいませんじゃなくて、もうなんかもうみたいな感じでいなくなっちゃって、で他のメンバーもなんかいつものあったみたい、いつも通りな感じで、普通にこうやって詰めるんですね。いなくなったように、もう席を越えてもう詰めてて、はい、何これみたいな。いつものやつだみたいになってる。いつものだって安定だなと思ってんだか。でもその前からちょいちょいなんか体調悪そうな感じは出してたんですよ。ああ、なるほど。なんかちょっとみたいな、ちょっとだるいなみたいな、なんかめんどくさいなみたいな、こういう感じだったんですよ。あ、そっちの方だ、はい、こっちのあの、こういう感じなくて、こっちあーみたいな感じで、うん、でも私たちは普通に見てたんですけど、そしたらいきなりいなくなったから、うん、え、こんなんありなんだみたいな。いや、ハロプロじゃ絶対ありえないことだよね。いなかったですね。マネージャーがまずドアの前で止めますよね。そう、はい、で、でも普通にもうマネージャーさんなんか、あーみたいな。え、マジ、え、それもできてんの。安定です。なんかもうみんな帰ってこなかったよね。え、もう帰って、結局その後も帰ってこず、帰ってこなくて、ちょっと休憩してリフレッシュして帰ってくるみたいなことなく、帰ってこなかったです。そんなことあるんだ。はい、びっくりしました。びっくりしたね。鳥、誰だか聞きて。さあ次行こう。はい、その他の答えがこちら。すごく可愛い声で歌ってたのに楽屋でたまった。やばい、これ誰、これすごい、なんか聞きたくない。本当に怖い。これ知りたい。ウキウキしてる。誰誰、いや、でも正直グループ名は覚えてないんですけど、うん、あのすっごい、あのステージ上ではもはやキュートより全然アイドルな感じなんですよ。はい、ありがとうございますみたいな。声がっていうか、まあそう、まあ、どちらかといえばそういう感じ。よろしくお願いしますみたいな感じで、おうおうおう、いや結構衣装とかもそう可愛い格好してるのに、フリフリのフリフリな感じになってて、でも楽屋裏の廊下とかで、あのおはようございますって言った時に、うん、あの喫煙所みたいなのあるじゃないですか。おうおう、あそこで、あーみたいな感じで、
おはようございます。すごい、それは衝撃的な。キュートの時じゃなかったんですけど。マジで。そうです、びっくりしました。こういう方々もやはりいるんだなと思って。怖い、いろんなパターンあんだな。ありますね。本当。いや、まあまあね、いる、まあ女の子だし情緒不安定だから、まあいろいろメンタルの部分で落ち着くように、それぞれのねリフレッシュ方法。うるせえの向かいよ。めっちゃ歌ってますけど。ボリューム落として演奏向こうへ。ちょっとそういうレギュレーションなんかなんないのかな、もう本当に。ということでございまして、まあいいよ、気にしなくていいよ。はい、でもそういうのあんだね。ありましたね。難しいね。はい、でも反対になんかそういう風にはならないようにしようと思って。うん、そうだね。まあそうだね、反面教師ですよ。はい、そうです。やっぱね、応援してくれてるみんなのね気持ちもたくさんありますから。はい、まあね、そこら辺はなんとかこうなんか、まあ自分なりのね、やっぱこう、はい、きちんとねファンの人に恥ずかしくない態度でね、そうです、見たいところですよ。どこで見られてるか分かんないもんね。そうですね。でもなんかキュートはやっぱり握手会の出血あの出ない率が低いです。あの休むっていう率が低いですね。あ、じゃあ結構解禁に近いじゃないけど、そうやって、ね、はい、みんながインフルエンザにかかっててもキュートはちゃんとインフルエンザにかからず、体力があるのかな。元気で、はい、ウィナー、はい、でもいいことだよ、だって穴開けないって大事なことだもん。だってそうだね、さっきみたいにね来ても帰っちゃうような人だったらさ、はい、次頼めないけど、はい、やっぱちゃんと頑張ってくれるんだなと思ったら次も頼もうって思うもんね。そうだね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。さあ、生放送でお送りしている超家飲み2、今回一組目のゲストキュートの皆さんとは残念ながら、もう残念ながら別れなんですね。早い、早い、はい、じゃあせっかくですからね、お知らせの方お願いしてもいいですか。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。